ここが聖フレイヤ学園なの？大したことなさそうね。私はカレン。今日この学園に転校してきたの。この学校では最強の者だけが頂点に立つと聞いたわ。そう、私は最強のために生き、最強になるためにやってきたのよ。君も最強の名のために来たのか？やめた方がいい。僕のようなおとなしいやつを除けば、この学園にいるのは化け物だけだ。化け物？私も射程から化け物みたいに強い姉子と呼ばれていたのよ。化け物じゃないと相手にならないわ。待って、まさか化け物って例えじゃないの？ここで諦めるつもり？バカ言わないで、ここで諦めるわけないでしょ。正門に入ったばかりじゃないの。鮮血に染まったバラこそが艶やかに咲き誇れる。気に入ったわ。力を授けてあげる。マジカルアンパワーオン。戦闘開始。この装い、それに湧き上がる力、これはどういうことなの？使用者コードログイン中。認証完了。 BH3A 遺伝子断片保有者と認められました。おめでとうございます。魔法少女かっこ機械かっこ閉じに選ばれました。かっこの中の機械は何よ。あと BH3A 遺伝子って何？私は愛と友情の魔装、かっこ舞踏型、かっこ閉じ、補助ロボットです。今日からあなたの戦いのサポートをします。このような魔装では、愛と友情をもたらすことはできないわ。ピピ、敵検知レーダーが、悪意を持つ者の接近を確認しました。相手は学園低層の不良少女です。転校生をいじめることでその地位を確保している者たちです。戦闘準備をしてください。グッドラック。私のことをバカにして頭にくるわ。また桜が咲き誇る季節が来たわね。口だけではわからな。一族の栄誉は私が守る。戦闘開始。すぐに復讐の戦いを始めますか？
当然よ。わかりました。私には学習チップが備わっているので、戦闘資料をもとに自分で補助能力を開発できます。なので段階を追って挑戦を進めることをお勧めします。私が戦いを続ければ、あなたが新しい能力を開発できるってことね。はい、勝率を計算した結果、まずは理系特進化に挑戦することをお勧めします。ちっ、ガリ勉いじめて何が楽しいの？理系特進化の生徒は算術が素晴らしいだけでなく、高い戦闘力を誇ります。待って、理系特進化って前方の戦闘機構の軍団のことじゃないよね？彼らの算術は確かにすごいですね。私より2世代も早いです。口だけでは分かる。おめでとうございます。十分なデータを手に入れたことで、新しい能力を獲得しました。さらに強くなりましたよ。楽しみだな。どんな能力なのかな？並列計算の速度が上がりました。グラフィックカードやビットコイン発掘機として使えるようになりました。ちょっと、そんな力何の役に立つのよ。人類の盾、簡単に破れはしないわ。戦闘開始。次は生物コンテストクラスに挑戦しましょう。生物は機械に殴られたらかなり痛いって聞いたわ。思いっきりやるわよ。警告、生物コンテストクラスは主の考えるところと大きく異なりますよ。
全部異能タイプの崩壊獣じゃない。生物と何の関係があるのよ。実験室漏洩事件が発生する前は確かに生物でした。評価、機械は異能の敵には劣勢を強いられる。グッドラック。邪魔をしないで。はっ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 。私の正義よ。これで生物のデータが手に入りました。新しい能力を開発しました。へえ、生物関係のデータなら私の体質強化とかの能力だよね。分散コンピューティングをダウンロードしました。待機時にスタンフォード大学の医学研究計画に参加して実験データを処理できます。人類のために貢献いただきありがとうございます。ゲームステーション3にでもなったつもり？かすらな一族の栄誉は私が守る。戦闘開始。データシミュレーションを見ると魔装は十分に強化されたようです。主は学園最強に挑戦する条件を備えました。正直言って意味のない強化能力ばかりで全然強くなった気が。細かいことは気にしないでください。次の敵は学園の支配階級。まさか裏の生徒会とか。寮の管理人です。え、どうしてよ。主が昨日私を宿舎の物置に置いて電気を盗んでいた時、管理人は消費電力の大きさを理由にコンセントを抜きました。現在魔装のバッテリー残量は 5% です。データから見るに管理人を倒さない限り明日以降の戦闘継続可能性は
0.001% です。私のところで電気を盗むなんて命知らずな。お前たち思い知らせてやりな。敵が現れました。彼女たちは管理人に取り入りたい学生です。ドライヤーを使いたいがために魂を売る。悲しいですね。確かに女の子にとってドライヤーは大切なんだよね。邪魔をしないで。しないわ。戦闘開始。なんで管理人はまた追いかけてくるのよ。自分たちのしたことを忘れたとは言わせないよ。学校の電気でビットコインを稼ぐとは資源の横領だよ。ビットコインを私の口座に振り込みな。そしたら見逃してやる。正直に言って、本当に掘ったの？すみません、本当に掘りました。分かったわ。終わったら、私とあなた8対2で分けましょう。緊急事態、分析をパスします。条件を受け入れます。グッドラック。口だけではわからないよね。
寮の管理人の認可を獲得しました。もういいわ。唯一分かったのは新しい能力とか期待できないってことだけよ。今回は魔装の使用時間を延長して、同時に運用効率を上げ、基礎性能を増強しました。バックグラウンドの発掘能力をオフにしただけじゃなくて、何をおっしゃっているのか私わかりません。かすらな一族の栄誉は私が守る。戦闘開始。はあ、やっとここまで来れたわ。貴重な BH3A 遺伝子断片保有者のデータが多く集まりました。楽しい旅でした。ご使用ありがとうございました。BH3A 遺伝子について聞いてみたいけど、でもまあいいわ。なんていうか、とにかくありがとう。言葉の意味を理解できません。言語処理モジュールエラー、判断材料を加えてください。攻撃力はないし戦闘は期待できない。おまけに無駄話が多い上に電気は食うし、開発した能力も役に立たなかったけど、ピピ、システムキャリーオーバー、自爆システム作動まであと 20% です。でも最初に助けてくれたし、ずっと私についてきてくれたし、最強になったら射程1号のあなたを悪いようにはしないわ。その日を楽しみにしています。次が最後の戦いです。これを言うのも最後かもしれません。グッドラック。また桜が咲き誇る季節が来たわね。この反応は最初の BH3A 遺伝子断片保有者です。何ですって？目標は屋上です。最後なんだからちゃんと BH3A 遺伝子のこと説明してよ。BH3A 遺伝子は極東遺伝子研究所の人類研究計画の成果の一つです。人類の未来を救う鍵です。
なりどういう展開？ BH3A 遺伝子断片は大昔に世界を滅ぼそうとした東の陽子から来ています。今科学の力を借りて陽子は再びこの学園に姿を現したのです。人類の盾、簡単に破れはしないわ。BH3A 遺伝子の実験体は模擬戦闘の成績が優秀だったため、大部分が戦場に投下されました。彼女たちにとって戦いが唯一の宿命です。その中で唯一の例外が第二実験体、通称 KAL です。 KAL は改造手術の後、実験室から逃げ出し、行方が分かっていません。事情はよくわからないけど、あなたは最強として戦う宿命に縛られているだけでしょうね。そのくだらない最強、私が破ってあげる。オットー様、ゲームをおやめください。各大陸の支部から送られてきた書類が山積みになっています。